アイカズ・アルシャコビチ・コスタニアン。民族名ハイカズ・アルシャキ・コスタニアンは、アルメニア人のボリシェビキ。ロシア語で、名は、ガイカズ、ガカズ、フショ詳は、アルカジエビチ、セイは、コスタニアン、カスタニアンとも。1897年、ロシア帝国チフリス県チフリスの貧しい、アルメニア人のバグ職人の家庭に生まれた。1905年にチフリスのネルシアン学校に、 入学し、1916年に卒業。1915年から1916年までは、バガルシャパトのボリシェビキト組織で活動し、同年9月から党員となった。同地では1917年3月に、並行されるまでゲボルギアン神学校で学び、アナスタスミコヤン、アルタクスタンボリツヤンらと共に、マルクス主義サークルを組織した。その後は、バクウに移り、 3月から10月までバラハヌイのアルメニア人地区で宣伝活動に従事し、同時にステパン・リアノゾフ所有のロシア石油産業連合の石油部門でも働いた。その後サラトフへ移って、サラトフ大学医学部で1年間学び、現地では、当サラトフ委員会附属アルメニア人、共産主義局書記、サラトフ民族問題部書記及び、 公共育部副部長を1918年から翌1919 19年8月まで務めた。同月から11月までは、東華深ース地方医の指令により、バクーとチフリスの党組織を監査し、翌1920年1月には、エレバンでボリシェビキの地下組織に参加。同月から11月までチフリスで、アルメニア共産党国外局議長を務めた。 グルジア民主共和国政権に弾圧されて、アゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国のクウに逃れたが、同年のアルメニア第一共和国政権に対する5月放棄に参加するため、エレバンに移り、放棄の失敗後は再び、チフリスへ逃れた。その後当局に逮捕されて、メテヒ刑務所に収監されたが、同志が監視に賄賂を送ったことにより7月にはクウへ脱走した。 バクウでは、赤軍第11軍革命軍事会議議長を務め、またミコヤン、アビス・ヌリジャニャンと共に、ダシュなく党員の無差別な弾圧に加担した。9月の東方諸民族大会開催にも関わり、同月10日には、ロシア共産党中央位カフカース局の指令によって、ヌリジャニャン、イサーク・ドブラチャン、アガシ・ハンジャン、サーク・テル・ガブリエランらと共に、 1922年1月26日まで、アルメニア共産党中央委員に就いた。アルメニア社会主義ソビエト共和国の成立後は1920年12月12日から、翌1921年5月21日まで、労働、社会保障人民委員につき、翌1922年からは、グルジア共産党中央委組織部部長、同年から1925年までは、 ゼングルジア中央執行委幹部会メンバー、1922年10月から1925年11月30日までは、当中央委書記に就いた。1925年から1928年4月までは、プロフィンテルン組織部部長及び書記を務め、エルンスト・テールマン、モーリスト・レーズ、クン、ベーラ、パルミーロ・トリアッティラと親交を持った。 また1926年から1928年までは赤色教授学院歴史学部で学んだ。同年4月5日からはアルメニア共産党中央委第一初期につき1930年4月には当時アルメニアで行われていた急進的な農業集団化に対し現地の農業事情を考慮してないとの批判を加えた。しかし直後の翌5月7日には 第一初期を解任され、その後、同月12日から12月までは、全連邦共産党クリミア周囲責任初期を務めた。同年7月30日から1934年1月26日までは、党中央統制委メンバー、1931年から1934年8月までは、サイドプロフィンテルン初期を務め、同月からは、 ジェルジンスキー政治部部長を1936年1月からはソビエト連邦鉄道人民委員部付属ソビエトメンバーを1937年7月まで務めた。1936年4月には鉄道輸送のノルマ超過と輸送技術の発達への貢献を称して例人勲章を授与された。しかし1937年7月10日夜に モスクワの自宅で逮捕され、翌1938年4月20日に、連邦最高裁軍事参議会によって、反革命的テロ組織への参加を理由に、死刑判決を下され、同21日朝に、コムナルカ射撃場で銃殺された。その後、1956年5月に名誉回復が、なされた。ありがとうございます。